羽生結弦が手を振り、世界選手権中止でクリケ組とエール、ウイルスに気をつけてご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。18日に開幕予定だったフィギュアスケートの世界選手権カナダ・モントリオールは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、中止となった。これを受け、ジェイソン・ブラウン、米国がインスタグラムを更新。 クリケットクラブメンバーとの動画を公開し、ハニュー・ズル、ANA が皆さんウイルスに気をつけてとメッセージを送っている世界選手権中止でジェイソン・ブラウンが動画公開。ハニュー・ズルもファンに感謝18日に開幕予定だったフィギュアスケートの世界選手権カナダ・モントリオールは新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け中止となった。これを受け、ジェイソン・ブラウン、米国がインスタグラムを更新。 クリケットクラブメンバーとの動画を公開し、ハニュー譲る ANA が皆さんウイルスに気をつけてとメッセージを送っている。ハニューがファンに言葉を送っている。ブラウンが公開した動画では、ジャジンファン、韓国、エカテリーノ・ブラコはポーランドと並び、一番右にハニューがいる。上下黒の装いでそれぞれが順番にコメント。世界選手権が中止となり、ハニューはこう語っている。たくさん応援ありがとうございました。 今シーズン、こういう形で終わるのは残念に思いますけど、こういう状況だからこそ、皆さんウイルスにも気をつけて、そして僕たちクリケットチームとして来シーズン頑張っていきます。どうか応援よろしくお願いします。頑張ってください。クリケットクラブのメンバーと共に感染症と戦う人々を思いやった。ブラウンは投稿の文面で、世界中のファンのみんなに愛を。今シーズンも応援し続けてくれてありがとう。 世界選手権は中止になってしまったけど、僕たち4人が頑張り続ける姿をお見せしますと投稿。開催に向けて準備を進めていた ISU やスケートカナダに感謝しつつ、モントリオールで演技ができないことは悲しいけど、下された決定を尊重します。健康が今一番重要なことだから。さあ、次のシーズンに向かおうと記している。最後に日本語で応援をありがとう。と綴ったブラウン。 大会開催はならなかったが、羽生ら仲間と共にファンに言葉を伝えているチェーン、羽生譲るの4回転アクセル計画に言及、成功を願ってます。なぜなら、フィギュアスケートの世界選手権、カナダ・モントリオールは18日に開幕する。男子で3連覇を狙うネイサンチェーン、米国が米メディアのインタビューに応じ、羽生譲る、ANA の4回転アクセルについて言及した、18日に世界選手権開幕。 米メディアのインタビューに応じるフィギュアスケートの世界選手権カナダモントリオールは18日に開幕する。男子で3連覇を狙うネイサン・チェン、米国が米メディアのインタビューに応じ、羽生結弦 ANA の4回転アクセルについて言及した10日付で掲載された米スポーツ専門局 NBC スポーツの電話インタビューに応じたチェン。その中では、ラファエル・アルトニアンコーチの下での練習、 イェール大学での学生生活などについて語っているが、その最後に、あなたは全米選手権のフリーで4回転ジャンプを4本飛びましたが、世界選手権ではそれ以上の本数が必要になってくると思いますかとの質問を受けた。チェンは、多分、そうですね。私はネットでユズが4回転アクセルを計画しているというものを見ましたと、自ら波乳について触れた。僕は彼が成功することを願っています。なぜなら、 それを見られるということは本当にすごいことだと思うからです。それができた彼と戦うチャンスがあれば嬉しいですと敬意を込め、前人未到の異業達成を願った。その上で、どうなれあった時には僕は4回転の本数を増やす必要があると思いますと明かした。もし世界選手権までにユずの4回転アクセルの計画がわかれば、あらゆるところに4回転を取り入れなければいけないです。全てを総合して考えると、 5本の4回転を決めたファイナルに似たプログラムをするでしょうと構想の一端に言及。羽生の存在が挑戦心を駆り立てているようだ。現在、新型コロナウイルスの影響で開催の可否が検討されているが、良き友であり、良きライバルとして戦ってきた2人。無事に開催されれば。 ハイレベルな戦いで世界のファンを魅了してくれるに違いないザランソン編集部ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。